はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はこちらのデミオになりますね。でこちらのデミオはサムさんのところの台車でね使ってるデミオなんですけど、まあ意外にね引っ張ってきて台車として使い出したらまあ大活躍で、なかなかねこううちのお店にある機械がもうないという状態でした。でやっと戻ってきて、とりあえずねデジタルミラーこれつけないといけないんでね、大体今もう台車でも売り物でもそうなんですけど、基本的にはもうドライブレコーダー、そしてまあどうせドラレコをつけるんであれば、まあ、デジタルミラーをつけた方がまあ先進的に見えるかなっていうところで、まあ、そちらの装備をつけるっていうところですね。ですのでまあこちらの方にね、まあ、2カメラドライブレコーダー&デジタルインナーミラーの取り付けですね、こちらの方やっていきますので、動画のご視聴の方お願いします。それではね作業の方やっていきます。でまずねこちらですね、デジタルミラー、そしてカメラ、あと GPS 等もついてますね。で、最近はね、やっぱりこう、デジタルミラーが、標準でついてる車も割と増えてきましたよね。で、そういった車の場合はね、2カメラドライブレコーダーのみをつけると。まあ、でもね、大体その辺がもうオプションなり、なんなりでつけてる人っていうのは、ドラレコをつけてる人もほとんどですね。でも、純正の2カメラドライブレコーダーとかがついてたりするんで、まあ、全く何もその辺もしなくていいっていうのもあります。この前引っ張ってきたね、オーラとかがまさにいい例じゃないかなと思いますね。でまあ最近の車でないものに関して言えば、まあドラレコはついてたりするんですけど、でもちろんデジタルミラーもついてないと。でドラレコもね結構ワンカメラね、フロントだけっていうのが多いかなと思います。まあやっぱりドラレコもねワンカメラから流行って前後360度とかね、そういうのになってきました。で今最近はやっぱデジタルミラーつけてる人も多いんじゃないかなと思います。でやはりね、じゃあ台車であっても売り物であっても、まあドライブレコーダー、そしてまあねデジタルミラー、こちらの方を元々から装着しておけば、まあ買った方もしくは乗る方がまあ安心して乗れるし、まああとね、売り物に関して言うと購入後のコストですよね。やはりじゃあ大体車買う人ってね、じゃあドラレコとかね、まあそういったのはつけようかなっていう人って多いんじゃないかなって思うんで、でも今時はね、まあドラレコはやっぱりもうついてた方がいいです。もうどこでどんな人が現れるかわかんないんですよね。もう無敵が多いんでですね。無敵の人今多いですからね。気をつけとかないといけないと。だから無敵の人がいるってことは、こちらもね、しっかりと予防するっていう意味でも、ドライブレコーダーもそうですけど、車の自動車保険ですね。まあ、そういった部分も重要です。だから例えば車が古い車とか、まあ価値があんまりない車っていうのは、車両であったり車両限定っていう保険の特約ですね。まあ特約っていうか保険のまあ商品があるんですけど、まあ、車両限定っていうのは、相手の車さえいればとりあえず出ると。でも、で、車両付きはもう一人で事故ってもまあ出るっていうやつなんですけど、まあ、そういったのをやっぱりつけてるつけてないっていうのはね、結構重要なとこですね。だから何もついてないと結局無敵の人に当てられてもね、ないものは出ないと。だからもう何もできないっていう感じでやられ損になるっていうのもあるんで、まあ、そこにはしっかりとね、車両保険であったり車両限定であったりっていうのをつけておいた方がいいです。でさらに車両価値が低い方に関しては車両超過っていうね特約が何年か前にできてます。で車両超過っていうのは修理代プラス50みたいな感じで、修理に関してはですけどね、だから買い替えだとダメなんですけど、だからそういった部分でまた出るんで、そしたら修理費も出るみたいな、まあ、そういうのもありますので、そういったね部分もしっかり入れておくのも重要です。まあ、ですんで、まあ、車のね自動車保険とかも、例えば通販で入る人ってやっぱ多いんじゃないかなって思いますね。まあ、今時はね安いんですけど、自分で組み立てるんで、結構ね、そういう人が事故で入ってくると、保険内容がね、正直しょぼすぎてね、これダメなんじゃないかなって思うんですよね。まあでもそういう人って多分わかんないですね。で、この前もね、夜中にね、レッカーで取りに行って修理するっていうことになった車とかもあるんですけど、それもね、やっぱり保険の内容を見たら、車がね、新車で買ってるんですけど、まあで1年ぐらい経ってるかな。で、その車両はついてるんですけどね、例えば、まあ、進化特約っていうのがあって、まあ、修理するときに半分ぐらいまで行くとね、もう全額出るみたいなのとかあるんですけど、そういったのとかもついてないし、まあ、あるならあった方がいいですよね。それで新車また買い直せるっていうんだったらそっちの方がいいしっていうのもあります。ね、で、大体進化特約が切れたぐらいの車になると、この車両超過を入れるっていうのが、まあ、セオリーかなってサムさんは思ってるんですけど、だからまあ、そういった部分が大事じゃないかなと思いますね。で、あとね、まあ、レッカー代とか、まあ、レンタカー代とかね、ついてなかったりする人いるんですよね、たまに。で、今はやっぱりね、レンタカー特約とかもついとかないとね、修理の受付っていうのはやっぱりしたがらない。
ね、まあ、例えば修理はします、でも台車は貸さないですよっていうところって普通にあるんですよ。で、自己修理ってやっぱ日数がかかるんで、やっぱりね、その間に車が出ていく期間って長いんですよね。だからこの前ね、サムさんも夜中に車取り行って、で、まあ、レッカーはついてたんですけど、レンタカーがついてないとね、で、修理で入庫に入ったんですけど、だからまあ、そういうのもあるから、ね、ちゃんと入れといた方がいいよ、みたいな、ね、今回はもう台車、普通の台車出しますけど、みたいな感じですけど、だからもうその辺って特約ね、つけといても大した金額じゃないんで、あった方がいいですね。だから過去にあったのだと、サムさんとこの動画で、四国まで車を取りに行くっていうのがあって、それもね、レンタカー費用がついてないんですよ。その車はね、保険の代理店で入ってるのにつけてないっていうね、のもありましたけど、まあそういうので、結局修理はしてもいいけど台車ないよっていうことで、まあどこも出すとこがないっていう事情で、まあサムさんがね、四国まで取りに行って、まあとりあえずうちの台車をとりあえずそのまま出したみたいな感じのね、いきさつのね、案件もあったんですけど、結局はやっぱりそういう風な感じですね。特に、じゃあ出すところが固定のね、車屋さんとかで車買ってとかまだしてる人ならね、まだいいと思いますけど、まあどっかね、よそとかで買って、で、通販のね、保険とかね、まあどっかよその安いとことかで買って、遠いとこで買ってとかで、通販保険とか入ってる人とかは、やっぱいざっていうところに困るんじゃないかなっていうのもありますよね。で、まあ全然話してる間にね、取り付けの方が終わりましたけど、こんな感じで作業は終了です。はい、皆さん今日のね、サムチャンネルいかがでしたか。こちらのデミオのね、まあ、2カメラ、ドラレコ、そしてデジタルインナーミラー、こちらの取り付けをしました。まあ、最近はね、ほんとね、無敵の人が非常に多いです。で、もうほんとね、いつどこで何があるかわかんないんで、自分の身はもう自分で守らないといけないというところですね。ですんで、もうほんとね、信号無視とかでぶつけられた時とかに、ね、いや、無視してないとかね、そんなこと言われたりとか、一旦停止無視でぶつけられて、ね、一旦停止はしたとか言われたりとかってした時に、やはり何かしら証明をするものがないともうどうしようもないっていうのは実際の問題なんですよね。で、んとね、この前とかもね、コンビニとこう知り合いで何気なくこうペラペラ話してたら、なんかボロボロのなんかアルトが来て、なんかおじいちゃんが乗ってたんですよね。で、ヘッドライトももう割れたまんまで、ヘッドライトの中になんかもう水も溜まってる、これ金魚飼えるんじゃないかっていうような感じになってて、車も全周ボコボコで、パッて見たら車検切れてるんですよね。だからまあそういう風な感じで無敵の人が本当にうろうろしてるんで、まあ当てられた時にどんなこと言うか分かんないからですね、やはりちゃんとしたデジタルね、いいな、まあデジタルミラーいいですけど、まあドラレコですね、こちらの方をしっかりと前と後ろ、もしくは360度とか、まあ、装着するっていうのは非常に大事じゃないかなっていうところですね。もう本当ね、もう昨今はね、危険な人がいっぱいいるんで、で、あとね、やはり車の保険の内容もしっかりと見てもらった方がいいです。相手がね、結局無敵の人だと保険入ってなかったりすると、もう結局当てられたら自分の保険使うしかないですよね。で、そういった時に車両もしくは車両限定っていう特約をつけてなかって、まあ、車両なしだともう結局自分の車代も出ないという感じになりますので、もう相手はね、結局ない袖は触れないんで、ね、一番ないものが一番強いということになっちゃうんでですね、もうやられ損なんですけど、だからまあそういった意味でも、やはり自分の車のね、内容のプラン、保険のプランとかもね、見直しとか内容をしっかりと見てもらった方がいいです。意外にね、例えば結構俺のこう保険フルカバーで入ってるよみたいなね、自分の車の保険フルカバーで入ってるよみたいな感じで言う人とかいるんですけど、見たら意外に入ってないんですよね。だからまあそういったオチもあったりするんで、しっかりとね、内容を見てもらった方がいいです。いざっていうところに使えないと結局かけてる意味もまたなくなるっていうところだからですね。ではね、今回はこちらのデミオにね、デジタルインナーミラー&2カメラドライブレコーダー、こちらの取り付けでした。次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。